こんばんは。今日は7回目のブログの解説を行います。今日は5月5日からになりますね。少々お待ちください。はい、では始めます。2011年の5月5日からですね。で、これはですね、黒澤明の、黒澤明ですかね、のことなんですけど、黒澤明監督のですね、ことを書いて、夢という中に赤富士が原発事故と。6基の原子炉が次々に爆発し逃げ惑うと。2人の子供を抱えた母親がこう叫ぶと。そりゃ大人は十分生きたんだから死んだっていいよ。でもこの子たちはまだいくらも生きちゃいないんだよ。原発は安全だって。絶対密は犯さないから問題はないって抜かしたやつは許せないと、ね、これであまりにもねストレートな表現で黒さも老いたと言われたが、まさしくその通りな。で、水車のある村では留置衆が扮する電気のない村と。人間に一番大切なのはいい空気やきれいな水、それを作り出す木や草花。汚れた空気や水は人間の心まで汚してしまうと。この子の子ですね、熊日の新青年ってい う新聞のところなんですが、2011年5月5日に、ね、結構いいことが書いてある。で、今はインターネット時代ですのでね、これ見て踏んで終わらなくてですね、ちょっと検索してみると、赤富士って言ってね、計算すると、これ消されたんじゃなかったですかね。ね、消されてますね。で、ニコニコ動画ではね、まだ残ってますかね、これ。残ってますね。こんな夢を見たということでね、これちょっと、消しましょう。何があったんですか。そしてね、これ浜岡原発がね、爆発したっていうところなんですよ。ちょっと私、音がね、聞き取れないのでね、ちょっと、これ、ね、イヤホンで聞くようにするといいですね、私ね。というか、イヤホンがない。すぐあるところにイヤホン。ちょっと待って。したのか富士山が。大変だ。もっと大変だよ。あんた知らないの？発電所が爆発したんだよ、原子力の。すいませんね、すぐ出てこない。発電所の原子は、ちょっと音がかぶるかな、かぶって聞きにくくなるんですよ。爆発を起こしてるんだ。爆発してるわけですね、これね。そしてですね、もう恐ろしいと私は思うんですけど、この人の言うね、この学者がストロンチウム90とか言うわけですよ、説明でね。
れまでだよ。でもどうしたんだろう、あの大勢の人たちはどこ行ったんだ、みんなどこに逃げたんだ、はい、みんなこの海の底さ。これでですね、この人が言うんですけどね、あれはイルカだよ、イルカも逃げてるのさ。イルカはいいね、泳げるからね。どっちみち同じことさ、放射能に追いつかれるのは時間の問題だよ。あれを吸い込むと1000万分の1グラムでもガンになる。黄色いのはストロンチウム90、あれが体の中に入ると骨髄にたまり白血病になる。紫色のがセシウム137、ストロンチウム90なんかね、もう知ってますね。遺伝子が突然変異を起こす。つまりどんな子供が生まれるか分からない。しかし全く人間はアホだ。放射能は目に見えないから危険だと言って放射線、すいません、ちょっとあのタイムラグがあってうまく音声と合わせきれんですけど、こういうふうにですねちゃんと言ってるんですよね。ストロンチウム90とかね、また後でこれ見ていただければと思うんですけど、そんなに長くないですね、7分41秒なのでね。で、水車のある村、あ、これもなくなったんですね。で、ただですね、原発推進者早指導ということで、指導ちょっと字が間違ってますこれね、原発推進派が動き出したと。もう5月11日ですからね。甘利明ね、これはあの TPP の人ですよね。細田博之もう出てるわけだね、この頃から。で、西村康なんですよ、ちょっとわからない、副院長と。で、東電の元副社長で現在は東電顧問の加納時夫ね、元参議院、こういうねやつがねいるわけですよね。5月からね、安易に東電国有化に言及するのがおると。原発推進派が並ぶ人事おかしいって言ったと、河野太郎がね。もう河野太郎もこれあのガス抜きみたいなもんですからね。で、この、谷垣、総裁は この人はもうね、は知ってる人は知ってるでしょうけど、ハニートラップにかかってるからもう自分の言いたいこと言わないですよね。多分本音はこれでしょう。現状では原発を推進していくことは難しい状況と述べたが、1週間後には困ると。なこの人は言うことコロコロ変えるから、信用できないわけですね。で、あまりね、この人舌がになりましたね、この前ね。で、こういうこのね、ぜひこの黒澤明のこの夢っていうねやつは見ていただけたらと思いますね。で、またシリーズとしてですね、3月12日ね、これこの間ご紹介しましたですよね、メルトダウンしたと。3月12日5時4分ね、メルトダウンはすでに起きてると。で、非常用発電機の同時故障はないと。で、ここ書いてますね、燃料棒1本でもわずかでも水の外にから出るとその辺にいる人は即死するレベル。まあ大体ね、10万シーベルトとかね、東電の低い見積もりでも数千シーベルトって言ってますから、まあだから燃料棒1本が出たらね、人死ぬわけですねこれね。で、今は電源車を市場消防用ポンプを使っておそらく海水を格納容器に注入していると思われると。死を覚悟しているでしょうと。で、福島第二原発は海水建屋が海のすぐ近くにあり、海抜はおそらく数メートルと。最終的な熱交換は全て破損しており、復旧の見込みはないと。だからこれはですね、残留熱除去とか燃料プールの熱除去もできなくなっておりと、ね、燃料プール、私これ書いてますね、この時ね、おそらく水を沸騰させて、気化熱で熱を取ると。
比較的新しいプラントなので炉心冷却剤喪失していないが、蒸気のため格納容器の圧力が上昇し、このため格納弁当を始めている。ちょっとよくわからないですねこれね、見通し良くないと。福島第二もね、この時福島第二ももうかなり危なかったという話ですからね。で所長が電気の専門家だったので、なんとかメルトダウンを逃れたというふうなことを書いてる。ではこれ、3月12日の5時9分に、私がまだ勤務中でしたら生命保険を確認して、妻と子供を実家九州や西日本に直ちに返すでしょう。まあ3月ね、12日の朝にはもう富岡町の人たちは逃げてるわけですからね。東電社員とかももう逃げてるわけです。別にこれここに帰ってから偉いわけじゃないんですけど、ただこれはやっぱり東京の人とかね、逃げれるであれば逃げてた方が良かったと。まあここに帰っても全然威力なかったですけどね。で3月12日の 5時13分、1号機建屋の外壁が見えなくなっている。これ、水素爆発ですよね。であれは原子炉格納容器のある建物そのものです。メルトダウンして水蒸気爆発して、これ水素爆発でしたけど、このとこ分かんないね、水蒸気爆発してしまったのでしょうと。最悪の原子力事故ですと。シムシティ、シムシティがですね、話飛びますけど、もともとの私が買った時のドス版のやつはですね、すぐ原子力発電所はですね、メルトダウンして、もうそこら中に放射能汚染してですね、コストは安いけど、ね、使い物にならなかったんですよね。でシムシティが最近フリーになっててですね、シムシティクラシックというのがでウェブ上で遊べるようになってるんですけど、それはね、原発を作ってもね、絶対にメルトダウンを起こさないに変わってるんですよ。ただね、この時はまだそういうの知りませんのでね、シムシティが本当に起きた、メルトダウンすぐ承知を起こしてましたね。地震があったというので地盤沈下かもしれません、想定外と。燃料プールの上の部分が全部吹き飛んだと。チェルノブイルのような石棺を作る必要があるでしょうね。12日の5時26分です。この頃は寝てないですね。骨組みは6階以上ですと。横からの写真がよくあるとよくわかるのですが、残念ながら報道がありませんと。保安員の説明も要領を得ませんと。専門家と称する大学教授たちが現場の判断を引き延ばして後出しになっていると。そこだけで直下地震が起きることは考えにくいので、やはり爆発が一番考えられるでしょう。最初はね、直下型地震って言ってましたからね、この辺爆発とまだ認めてなかったんですよ。すでにメルトダウンしているか、これを国民がしたらさらに大混乱を必至だとしても、被爆ということに一番敏感な国であれば政府の強い指導は必要ですね。今回に、事故で多くの教訓を得るでしょうが、犠牲は最小限だとしね、被爆ということに一番敏感な国であったはずなんですけど、もう今や世界中で一番鈍感になってますね。慌てて地図を確認したと。消防ポンプだけで冷やしきれるんですよ。もう最もの質問で、3月19日19時30分で 1.5km 離れた地点で1050ミリシーベルトね、 1.5km で1シーベルトあったわけですから、この時に、免震重要棟にいたりと、やっぱかなりの被爆をさせられてますよね。で私の20時14分ね、翌日の24時間ぐらい経った時なんですけど、原子力内部に入る時の最低単位が 0.01 ミリシーベルト。当時はね、レムっていう単位で、これ1ミリレムなんですよね。で、原子力運転中のタービン建屋の最高値で10から100ミリシーベルトなんですよ。いや、これ違うね。10から100はないですね、これはね。これはミリレムの話でね。ミリシーベルトで言うとですね、せいぜい1から10ですよね。これ一桁違ってるね。で、1050ミリシーベルトなんていうとんでもない数字と。私は1ミリシーベルトなんて浴びたことがありません。まあ、そうなんです。100ミリレムなんかね、浴びたことはなかった。噂では、菅総理が 1.5 キロ圏内。そう、この時ね、菅総理行ってるわけでね、彼もかなり被爆してると思うんですよ、やっぱりね。で、消防ポンプだけでは無理なので、炉心溶油爆発となったと。首相同棲で7時11分に行ったと。だこの時はね、もう双葉厚生病院とか逃げ出してますからね。なんかかなり被爆してるんですよ、この人たちは。爆発時の映像、これなんでしょうね。
これはちょっと私ピンとこない、水素が発生して自然爆発した、その水素はどこから来たのかと。炉心溶融は核反応は続いており冷却は十分ではないと、圧力容器のほか格納容器内を海水を注入収縮してうまく循環しないと今度は格納容器が亀裂とか水蒸気爆発しちゃわないので、まあしちゃってるわけですけど、とりあえず最悪の事態は避けられていると、水素は建屋内にある水が放射線で分解され水素と酸素になりそれが反応したと。核反応は稼働時の数パーセントであるが続いていると。もちろん水素爆発の可能性もある、ね、この人ね、陣頭指揮の東電副社長、これ武藤さんでしょ、第一発電所長吉田さん、これ間違いだね、前も説明した気がしますねこれね、まあでもそんなにね、今読んでもそんなにおかしなことは言ってると思わないですけど、で2011年5月6日にですね、日本全国のスピーディを毎日公開しろと。でこれはの動いてるんですかね、消されてないですかね。あ、これね、スピーディをね、5月になってようやくね、国が出してきたわけですね。1号機で水素爆発。これやっぱりこうやってね、コツコツとまとめて動画にしてくれる人がいるから、ありがたいですよね。で、細野がですね、またこんなこと言って。放射性物質拡散予測データを早い時期段階で公表すべきだ。そんなこと言ってるわけですよね。お前が言うなと思いますよね。で、事故が起きた時は言うまでもなく直ちに公表すべきですが、今後の防災計画などの参考にする必要がある、ね、直ちに全電力のどんな拡散があるのかというのをスピーディーの試算結果を毎日公表しろと。だってそうしないとね、どこの風が吹いた時に誰がどこまで行くかっていうのは分からんわけですからね。だから私のところだってね、仙台と玄海から近いわけですから、どの風の時にどこまでどう行くんだっていうのはね、時々見てればね、ある程度類推つきますけど、初めて見せられて何が何だか分からないっていう状況じゃ困ると。だから政府に日本全国にある原子力発電所スピーディー試算結果の公開を日々しろと。そのぐらいの金はありますよね、日本政府金持ちなんだ。ということを5月に書いてる、2011年ね。で、プルトニウム、モックス燃料のことね。モックスで言いますけど、ミクサイド、ミクシ、な、ちょっとごめんなさい、私も略語の意味は知らない、ちょっと調べましょう。モックス燃料とは、ミックスドオキサイディット、オキサイディットの頭文字。まあプルトニウム混合燃料のことですね、これね。で、問題点はね、ウランの新燃料に比べて放射能が高いと。で、燃料の製造の時に不用意な被爆をしないようにしてると。燃料の融点が下がるから溶けやすくなると。ね。熱伝導率が通常のウラン燃料よりも低下すると。溶けやすい。詳細再処理が難しい、再処理できないんですよ、モックス。実はモックス燃料というプルトニウムを使った燃料を燃やした後はどうしたらいいかっていうのはまだ決まってないんですよ、実はね。で、性能の違うウランとプルトニウムをできる限り均一に混ぜるべきであるが、どうしてもプルトニウムスポットが生じると。もうね、あれなんですけど、制御棒の効きが悪くなったりとかね、被爆をね、こう通常のと燃料に比べて高くなることもあるわけです。で、しかも高レベル放射性廃棄物を使うため高燃焼度、ね、燃化も測ってる。で、これで高燃焼度化したためにね、最近出てきましたけど、燃料が曲がったりとかね、破損したりしてるわけでしょ。ここなんですよ。ここが問題なんです。ね、ただね、推進派が言うのは、通常の燃料も核分裂中に高速中性子が発生し、ウラン2398がプルトニウム239に変化すると。モックス燃料ではない、通常燃料を使用している場合でも、運転時でも、このプルトニウム239も燃焼に寄与していると。だからモックス燃料って言うけど、もともとの時は、だってプルトニウムは燃えてるから関係ないですよ
って言うんですけど、これは全然違うんです、性質がね。さっき言ったように、だいたい使用済み燃料の処理ができないわけですから、今ある設計ではね、もう捨てるしかないわけですよ。3号機の爆発がどういう理由であれ使用済みプールから生じたのは明らかと。当然プルトニウムを発散する。だから MOX 燃料だからプルトニウムがもともとあるっていうのと、使用済み燃料の中にはプルトニウム239が含まれているから、どっちにせよプルトニウムあるんですよ、そこにはね。でプルトニウム239というから、これは質量数っていうやつなんですけど、空気よりもかなり重い。空気のね、質量数は大体30とかですから、密度はね、密度を考えるとちょっとあれですけど、空気よりもかなり重いのは確かと。しかしね、黄砂とか花粉よりも、はい、もうはるかに比較できないほど軽いのは当たり前と。で、燃料は沸騰水型、まあ、原子力全般のね、心臓部であるため花形なんですよ。でもわけわからないですね、私とか。勉強もしてないし。大体、量子力学っていうのは読んでわかる人はね、ほとんどいないと思うんですよ、日本のね、学生で。で、それでそういうわかんない学生がやってるわけだからね、それが専門家になるわけですから。まあ、もともとわかんなくてコンピューターに頼り切ってるわけですね。まあ、そのコンピューターのプログラムは当然、輸入っていうわけですよね。自分で作る能力があるとはとても思えないですね。だからプルトニウムがね出てきても MOX 燃料だからじゃないんです。どこの燃、使用済み燃料にだってねプルトニウム含まれてる。まあそれを忘れてはいけない。でこれはね、菅首相が5月6日にね、浜岡止めろって言ってね、無理やり止めさせたんですよ。で私この頃はね、菅首相は大嫌いだったんですけど、まあ、それでもね止めさせたわけですから、要請して。で世界で一番危険な原発は浜岡って言われてるんですよね。まあ玄海もそうなんですけど、中部電力も十分意識していると。この頃はね、私まだブログ書き慣れてないので、ちょっと絵がないんですけど、また途中で最後出てきますけどね、福島原発はフラスコ状のマーク1、これドーナツっていうのがねあるんですけど、でそれ以降はですね、6号機から100トン10万キロワットになったマーク2という、その格納容器が広くなってるんですよ。だけど浜岡原発ではマーク1にしないとですね、マーク2だと耐震強度が足りないのでね、ドーナツを作ってるんですよ。で、でね、中部電力っていうのはもうこんな会社かと思ってあぜん帰ったのがですね、浜岡原発を訪問させてもらったことがあるんですけど、なんとね手すりがついてるんですよ、運転のね板に。で地震の時もそれに捕まって操作するって言ってるんですけど、なんかねもう幼稚っていうかね、そんなのは福島はついてなかったと思うんですけどね、そんなもん手すりに捕まったってね何の意味もないわけでね、もう人をバカにするんかっていう感じだよね。みんな苦笑してましたけどね、そういうこと言う。で津波も一体どれだけ来るのかと。で東日本大震災のように海面が隆起したでしょ、津波でね。それと地盤が沈下するわけですから、地盤が沈下して津波が来たらね、それは想像を超える。だから5メートル地盤沈、まあ1メートル地盤沈下したらね、それだけ1メートル海面が上がったということですからね、そういうこと何も考えてないわけですよね。あんな津波に対抗できる構築物を人間が作れるはずがないと。作れるって言ってますけどね。断層があると言われる中部電力に起こるのは単純な大きな揺れだけを生じる地震のみなのでしょうかと。地割れ、地盤沈下、ね、特に原子力建屋とタービン建屋の間で落差の異なる地盤沈下が起きたりすればもう終わりますこれね、本当にね。あそこはね本当に危ないんですよ、冗談抜きにね。で今回は首相の要請であるため強制力はないと。ただね、原発1基分の電力を代替するの1日に約2億円のコスト増となると言ってぐちぐち言ってるんですけど、だってね事故起こしたらもうこれ無免許で運転してる暴走族と一緒ですから。お前がこの会社はねやっぱ潰さんっていかんですよね、電力会社。もう私本当にそう思います ね。監視は嫌いだったけど、やっぱりね、電力会社の動いてるプラントを無理やり止めさせたっていうのはやっぱり安倍ならねできないですよ、こんなことはね。
やっぱり大したもん。で、運転を停止しても使用済み燃料プール問題が残存すると。運転停止後、直ちに建屋の最上階にある使用済み燃料プールから安全な方法で使用済み燃料を抜き取らない限り本当に安心はできない。って書いてますけど、実はですね、浜岡の5号機、まあ、運転、この停止中、言われて停止中にですね、回数ぶちまけたんですけど、1、2号機のね、使用済み燃料をね、この5号機の使用済み燃料プールに持って行ってね、さらに核燃料増やしてるんですよ、実はね、中部電力。もう話にならないですね。はい。で、福島の思い出、一直時のパトロール。時々ですね、こうやって思い出を書いてたんです、この子。最近書いてないですけど。一直は8時からと。で、事務本館は8時半から始まるので、独身寮に来るバスも当直専用バスって言って30分ほど早いね、バスに乗ってたと。で、福島第二原発は自家用車の通勤も許可されてた。第一はダメだったんですけどね。第二は、まあ、こじんまりしたところで、駐車場もまああったので、許された。乗るのは車を持っていないペイペイのみ。そう。この時ですね、私たち新入社員はですね、高卒大卒含めて1年間は車を持つなと言われてですね、事故起こすと嫌だということで、買ったらいけなかったんですよ、ね、みんな文句言ってましたけど、もともと大学時代に持ってたやつは持ってきてましたけど、私はね、一応言うこと聞いたので1年間持ってなかった。だから車がなければですね、行きようがないわけですから、歩いたら1時間半ぐらいかかるわけですから、バスに乗ってたと。で、当直員は当然持ってるのでね、車乗っていて、で、それでようやく班員全員いたらしい。だからその前日勤をやってたので、もうポロポロ人が休んでですね、全員揃わないんですよ。だこの時初めて当直長、副長、主任、副主任、運転員3名、全部で10人だったと。1、2、3、4、5、8しかいないですね。あ、手記捜査員がいますよ。手記捜査員っていうのはね、後で直しておきましょう。副主任の下にですね、手記捜査員っていうのが2人いてですね、その手記捜査員というのは何かというと、中央捜査室でパネルをいじる人で、この運転員3名というのは補記捜査員というのが、現場のですね、いろんな補記というのは、手記と補記というのは、手はですね、主、この手ですね。で、補記というのは補うの、補記の方で、それは運転員が3名いて、それがいたと思うんですね。2名だったですかね。ちょっと会えませんね。すいません。そう、主任の下に2人捜査員、この捜査字が間違ってます。で、この当直勤務に出られない時は、休みの人か日勤業務の人が代わりに入ると。で、10人の定員は守られます。だから、どうしてもその、例えばね、子供の運動会とかありますよね。お父さん行かないわけにいかないので、じゃあこの日は誰か代わってくれる人はいないかっていう、こう、希望を書いてですね、で、ご飯あるのでね、その当時。だから誰か代わると、休めると。そういうことなんだ。で、ただね、欠員は絶対ダメなんだ。どんなことがあってもね。で、私は学園卒の副主任、河野さんだったような気もします。ちょっと名前忘れました。副主任と同期の学卒1名。これね、中央大の電気のやつだったんですけど、一緒に現場パトロールをしたと。各直にね、タービンリアクターと1名ずつ現場に行くと。今、原発を見てもあんまりよくわかりませんが、何しろ広いと。原子炉建屋はね、地下2階の地上5階建て。しかも各階の建屋は通常のビルよりもはるかに高いと。階段で上り下りするのは大変です。そうなんです。大変なんですよ、これね。でも、その、鍛えるとか称してですね、まあ、結構階段も使ってましたよね。だんだん上手くなると、その手すりにスーッと行ってですね、降りるときは滑って降りたりね、してました。で、ところどころ線量が高いところがあったけれども、まあ、今でいう単位で 0.1 ミリシーベルトか 0.2 ミリシーベルト。10から20ミリレムパーバーのところぐらいしか行かないんですね。でもこれでもね、5分10分いたら1ミリレム、0.01 ミリシーベルトは被爆してますから。当時はね、0.01 ミリシーベルトを1回のパトロールで被爆するかどうかを気にしてたんです。そのぐらいだった。で、リアクターにはいろんな機器があると。MG セット。モーター、これモーターと、ジェネレーターという意味なんですけど、MG セットというので、電源喪失時にね、瞬断しないように、わざわざモーターに電気をつないで、その反対側で
発電機回してですね、例えば電気が切れても完成で回るでしょ。 それを利用してですね、負荷がその瞬断しても取れないように、ね、してるやつ、蓄電池もあったでしょうね。でバッテリーの比重とかなんか測ってましたよね。非常用発電機のねあるんです。これもバカでかくてですね、そこら中にあるガソリンのとかいうよりも、その一つのシリンダーが人間の体よりでかいぐらいなんですよ。6600メガワットクラスだったと思うんですよね。いや違いますね、これ1100メガワットがあれだね、6600ワットじゃないですかね。ちょっとこれ怪しいです。6600ワットだった、まあ、離島で使われるね、発電機がほぼ非常用にしてあるわけですよ。建屋の送風配風機、ポンプも無数、遮断機も無数、計測機器も無数、現場操作盤が各階に2カ所程度で、中央操作室がゲリラなどに占拠された場合でも操作できるための緊急操作室があるんです。で一般公開用図面では省いているそうなんですけど、私がここにいた時はそこに入れましたもんね、あのカードでね。でタービン班に入ったら入れなくなりましたけど、でタービン建屋は2階が通称オペフロって言ってですね、タービンと発電機を配置してある。地上3階地下1階、地下1階だったかな。複数域周りは運転中は線量が高いので立ち入り禁止。100から1000ミリレムっていうのはどれだけかって、1ミリシーベルトから10ミリシーベルトね。ここはね、いかなかったですね。タービン駆動ポンプ周りは 0.2 ミリシーベルトぐらいですか。比較的高線量、ここは言ってましたね。給水加熱器、室温分離器も高線量だったと。で、低圧複水ポンプ、低圧給水加熱器、だから低圧のその原子炉に戻るね、直前のあたりはね、もう線量なかったんですよ、実はね。こういったところを各直に行くと。で、一直時に大変なのはサーベランスといってですね、もういろんな機器があるわけですけど、で原発の機器っていうのはですね、動いてる機器の方が少ないんですよ。非常用にね備えたねポンプとかね、いろんな発電機とかいっぱいあるわけ でそれをほったらかしてたら動かなくなりますからね。その頻度を決めてですね、1週間に1回とかね、1月に1回とか、いろんなサーベランスって言ってましたけど、そういう検査をしてるわけだから、動かそうと思ったらね、あ、冬だったから動かせないっていうバカなことは絶対ないわけでね。どんな冬でも1週間に1回非常用発電機やってるんですよ。だから私が非常に腹が立ったのは、原発ホワイトアウトでね、あの発電機動かそうとして寒くて起動しませんとかっていうことがあったって言ってましたけど、そんなバカなことはね、サーベランスでなんかないんですよ。あのね、役人も現場知らんわけでね、全然。私から言うと非常に腹が立って、もうそこだけであの背負説はダメだと思うんですけど、まあでも現場にいる人がね、こんなことありえないと思ったら、やっぱり、ね、ダメな小説なんですよ、あれは。だから聞いてないんでね、東電の社員のに一人でもこういうことあるのかっていうことを聞けばね、あの発電所に行ったことあるわけですから、全員。だから、そんなことありませんよと、これこれこうですよと、私の今のような説明をするわけでね。だから、あの原発ホワイトアウトを書いた小説家は、原発の作業員の誰一人にも取材してないわけですよ。ということがよくわかる。で最初のうちは面白かったけども、面倒だった。で、重油がどれだけ残ってるかもですね、大きなメーターがあって、それでチェックするようになってるんですね。誰が補充してたか知らないですけど。だから、福島第一で非常用ディーゼル発電機が起動しなかったので、東電が点検漏れしてたんじゃないかっていう人がいるんですけど、いや、1週間に1回サーベランスしちゃってんだからね、そんなことはないわけですよ。で、蓄電池も、電解機の非常してて、なんかめんどくさい機械でね、なんかやってたような気がするんですけど、もう忘れました。で、ECCS と呼ばれる非常用ポンプ、その他の非常用バルブも全てサーベランスしてるんですよ。だから動かそうと思ったら動かなかったっていうことはね、まあ、まずないわけでね、ほったらかしにしてない。で、最初1ミリでもね、0.01ミリシーベルトの被爆をした同期がボソッと、もうこの日が被爆は消せないんだよなと言ったということでですね。まあ、今日はここまでにしておきますけど、やっぱちょっと書いてあると思い出すんですね。あと、昨日はですね、木下さんの熊本の講演会に行ってきたんですけど、まあいいでしょうか。感想書くと言うと後でね、なんか言われると嫌ですから。はい、ということで今日はここまでで終わりにします。そしてですね、本来は12月の
第4週の木曜日26日に、勉強会をするんですけども、もう年末押し迫ってますし、多分 みんな忙しいということですね。 見る方も少ないだろうと思いまして、次回のですね全体の勉強が1月23日にしたいと思います。また告知します。で、この月曜日の勉強会はですね、一応今日が9日でしょ、16、23日までやって、12月30日お休みさせていただこうかと思います。はい、どうもご視聴どうもありがとうございました。何か質問ありますですかね。質問があったら答えようといつも思ってるんですけど、まあ大体どなたも質問を投げて、ユーストリームの方はないですし、私のネットの方でメンションも来てないでしょう。来てませんよね。はい、どうもありがとうございました。またお会いしましょう。それでは失礼します。